おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。コロコロエビフライにしました。まずね、副菜のピーマンを細切りです。ウインナーに切り込み、今日はね、米印っていうのかな、このこの形に入れてみた。エビはね、これむきエビだから面倒なさ、下処理もいらないで簡単。塩コショウをね、軽くペペペペペッと振って、バッター液の分量これです。今日も冷えてます冷えてますって、もうさ、行ってらっしゃいするときにさ、外に出たらさ、ブルブルブルって寒かったで、衣漬け、むきエビでもね、プリプリして美味しいよね。まあ簡単だしね、何よりも簡単なのがよろしいそしたらね、卵焼きの準備です。今日はね、めちゃくちゃ久しぶりにお好み焼き風の卵焼きにした。でね、私昨日さ、買い物行ったのよ買い物行ったのよってあの、まとめ買いね。もうさ、あの年末からさ、なんていうの、正月値段になって高かったけど、やっと通常価格に戻ってて、たんまり買い込んできたのね。そして私いつもバカでかいさ、マイバッグ中の、今ほら袋を持っていかないと袋代がいるよ。だからさ、ニトリで買ったね、ニトリのなんか何マイバッグが売ってるんだけど、それの M サイズをずっと使ってて、それとまあもう一個他の袋もあるんだけど、だからそのニトリの M サイズの袋がね、私が入れすぎるからか重みに耐えきれず、とうとう取っ手のところがちぎれましたでもまあ1年以上使ったかな、1年以上使ったしね、安かったしね。でさ、買い物に行ってさ、まとめ買いするのはいいんだけど、それをさ車からお家に運ぶのが難儀よね。あの、たくさん買って重たいからね、もうね、もうほんと大変で、昨日は取っ手がちぎれたからさ、あの買い物をしたものが、中身がさ、駐車場で飛び出したら大変だからね、もう鬼の形相で、もう鬼の形相でね、もう抱えて持ってきました。そして冷凍庫に直した。まとめ買いするのはいいんだけど、直すのもね、嫌い困っちゃう。これでね、卵焼きの出来上がり。ウインナーを焼いて、ごま油を熱します。そしたらね、しめじを炒めるよ。しめじとかさ、きのこ類はさ、魚介風に火が通らないとお腹が痛々になるからね、しめじからしっかり炒めて、でもしめじに火が入ったら、今度はね、ピーマンもどーんと入れて炒め合わせます。このピーマンはちょっとね、硬かった。で、分量はこれです。ピーマンとしめじのきんぴらも久しぶりに作った気がする。美味しいよね、あのきのこ類大好きだからさ、私がね
で炒め合わせて、これでピーマンとしめじのきんぴらの出来上がり。エビを揚げるよ。また今日もね、油は1センチも入ってないかも。どんだけケチなのよね。で、180度で片面1分半ずつ揚げて、裏返して、あと1分半揚げるよ。これでコロコロエビフライの出来上がり。詰めます。ご飯じゃなかった大葉です切ってね、ご飯は傾斜をつけてる。でコロコロエビフライは立てかける感じで詰めるよ。でね、今日は気持ち少なめです。これにね、豚汁を持たせたからね、寒いからさ、寒い時にはさ、豚汁とかで温まればね。でカップにきんぴらを入れて詰めるよ。そしたらね、卵焼きはこれも立てかける感じで詰める。なんかさ、平面に詰めるよりもさ、ちょっと立体的に詰めた方が見た目がいいような気がする。そしたらウインナーを入れて、ウインナーのさ、この真ん中にグリーンピースをちょぼんって置いて、ミニトマトをちょこんと。でね、今日はね、しそ昆布、梅干しをちょこんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、簡単にね、コロコロエビフライでした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。